はい、どうもこんにちは。本日はですね、ノマドロットのセパレートの EVA グリップ、これについて解説してみたいと思います。長年ねクランクベイトを投げてる処刑の中にはですね、おいおい塚健分かってねえんじゃねえのと、クランカーといえばコルクのストレートだろうと、そんなね見せかけばっかりのなんかセパレートとか意味あんの、なんかそんな風にね思ってる人もいるかもしれないんですけれども、ちょっとね話を聞いていただいたら、あえてこのセパレートの EVA にしたっていう理由が分かってもらえるんじゃないかなと思います。まあですね、僕も昔はねコルクのストレートって好きでよく使ってたんですよね。でコルクストレートってね、まあ確かにまあ使いやすいしかっこいいしいいなとも思うんですよ。ただコルクグリップの欠点っていうのがあって、で何かっていうと、こうコルクってこう筋がねこういっぱいこう入ってるんですよね。このその筋がこう、まあ、天然の、ね、素材なんで仕方ないんですけども、この筋のへっこんでる部分、黒い部分っていうところをパテで埋めて、で、まあ、サンドペーパーでこう磨いて、で綺麗にして出してるんですけども、でそのねパテがね抜けて、まあ、いわゆる目抜けするってよく言うんですけども、この黒い筋がどん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 ねこうポコッてへこんできちゃうんですね。でそれがこう手に当たるんですよね、こうどこかしらに。でそれをねまた抜けてくると、またパテ買ってきて埋めて磨いてみたいなことをやるん で、まあ、それでね綺麗にはなるんですけど、ただねその例えば僕なんか1回の調光で2日3日とか連続でやったりするんですけど、泊まり込みでやったりするんですけど、でその時にね例えば初日に目抜けして、でしかもこう指のね一番こう当たるところとか、まあ、この辺のこう中指のところとか、まあ、この辺よくね目抜けするんですよね。でこの辺になんかこうちょっとへっこみができて、でそれがもう気になって気になってしょうがない、残り2日間気になってしょうがないみたいな、もう早く家に帰ってパテで埋めて磨きたいわみたいな、それがねちょっとこう嫌 でコルクってね、そもそもが一番やっぱこう消費されてるのはワインのねボトルの先に刺さってるやつだと思うんですけど、まあ、ほぼほぼ世界中コルクっていうと用途はあれだと思うんですよね。まあ、コルクボードとか、まあ、ああいうのもいろいろありますけど、だから、いいグレードの良いグレードっていう意味ですよ。いいグレードじゃなくて良いグレードのコルクっていうのが常にね安定して入ってくるっていう状況であればいいんですけど、まあ、ぶっちゃけ釣り道具なんかに回ってくるのって、まあまあその需要的に考えて少ないと思うので、あまりねいいコルクを安定して手に入れる方法っていうのが今のところあんまないんですよね。なので、まあ、コルクっていう素材自体がねちょっと安定しないのは気に入らないなっていうのがあって、で EVA も黒くてこうかっこいいんですけど、で前はねこう結構その材料 このグレードとかをこうあんまり選べないところがあったんですよ。なんかすごい柔らかかったりとかいろいろあったんですけど、で、まあ、自分で EVA の工場とか行って、でその EVA ってどんな風に作られているのかとか、でそこに行くとそのグレードがいろいろあったりとか硬さがいろいろあったりとか、でそういうのを選べるっていう状況になったんですよね。ああそれだったらまあ EVA もすごくいいなと思って、で EVA にしたというところですね。まあ、それが2点目で、このセパレートにした理由なんですけれども、もともとねこのストレートでやってた時っていうのが、どうしてもねそのコルクってね水に濡れると、雨がもうすんごいザンザン降ったりとかすると意外と滑るんですよね。例えばこうキャストしてる時にこうピュッてこうここでスポーンって抜けるんですよね、無意識なうちにこうポーンって。でそれがね一日何回か起きたりとか、もう忘れた頃にポーンっていきなり抜けて、こちらから投げてもスポーンって抜けてロッド落としそうになっちゃったりとか、でそういうのが意外とあるんで、でまあコルクもまあまあ滑るなぁと。でそうした中でこのセパレートってやっぱどうしてもね ここに段差があるんで絶対滑んないんですよね。例えばこうキャストする時とかでも、このここにね段差があるんで指何かしらの指が引っかかってる、そういう状況にもなりますし、で自分のねキャストをねこういろ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 フォームとかをね研究してたんですよ。でそうすると意外とこういうキャストをやっていく中で気がつくとね、こういう風な握り方をよくしてるんですよ。わかります？この指の間、この2本こうやって握ってこう振るのが確かに正しいんですよね。だけどその分こう肘を張ってなきゃいけないとか、こう意外とねこう窮屈なんですよ。この体勢って意外と窮屈なんですけど、これだとね意外とこうピュッて簡単にねキャストできるんですよ。
まあ、無意識にねそれをやってることが多くて、その意識的にやってるというよりはもうこう流れの中でひょってこういうこうキャストをやってる時があるんですよ。で、あ、これだったら滑んないなと、もうしっかり指かかるんで簡単に振り抜けるんですよね。でスポーンって途中で抜けるみたいなこともないし、なのでこれはもうセパレートの EVA だぞとっていう感じで、このシリーズはもうすべてセパレートの EVA で行こうと。で、エンドのこのラバーコルクの部分とか、で、そういうの、まあまあ、これはね、天然の素材じゃないんで、そのラバーとそのコルクのこう数みたいなやつをこう、ギュッと圧縮して作ってるやつなんで、で、ここの部分はね、コルクであっても、そんなにこう、品質に差が出ないんですよね。ただその代わりも形状とかをもう徹底的に自分好みのやつに詰めて、で例えばこのエンドが丸い理由っていうのも、脇腹にねこうなんていうんですかね、脇腹にこう当てて巻いて、でフッキングなんかもね、そのクランクなんかはまだこうグッと乗せるようなフッキングが多いんでいいんですけど、チャッターとかスピナーベとか、まあ、ワンもそうですよね、ジグとかもそうですけど、キッカーンって合わせるん でその時にねこうこのエンドがね、エッジのあるようなやつだと、意外とね、この脇腹に、なんかね、こう、半月みたいな、あざがいっぱいできるんですよね。なので、まあ、それも考えて、こういうラバーコルクっていうんですけど、で、こういうやつを、これそのものの形状、これそのものの形状を自分で出して、で、それで、このセパレートタイプに採用したという感じでございます。まあ、そんなわけでね、うちが EVA の、セパレートにした理由っていうのを、ちょっと納得してもらえたんじゃないかなと思うんですよね。ただまあそれをね別にその嫌いだからとか好きだからとかそういう話じゃないので、ましてねそのコルクストレートを別にこう否定するわけじゃないんですよ。でコルクストレートはねやっぱどうしても好きっていう方もいるでしょうし、それを否定するものではないんですけれども、まあうちがこれにこの形を採用したという理由は、納得してもらえたんじゃないかなと思います。まあ、これ見た方でね、俺もそんな感じのキャストをよくするなっていう方、いましたら、ぜひぜひね、これ、試してみてほしいです。非常にね、握りやすくて、非常にこう、耐久性もあるので、簡単にね、削れたりしないような素材使ってますので、ぜひぜひ試してみてください。それではまた、次回の動画で。